こんにちは、ヒカリです。今回はね、スーパーで買ってきたものをね、紹介したいと思います。主に食玩と、あとガチャポンですかね。はい。で、まずはね、一番近くのね、よく行く、食品を買いに行くスーパーには食玩がほとんどないんですよね。で、ガチャポンもあるんだけど、ちょっとあんまり品揃えが良くないし、全然みんなが回さないから買おう。まあ僕も回さない時の方が多いっていうか、あんまりね、ラインナップが良くないんですよね。だからそのスーパーじゃない方のスーパーに行ったんですけど、そしたらね、そこにもね、今回ね、探していたものはなくて、入荷はしてたんだけど、やっぱり、アソイチっていうの、その1ボックスに1個しかないやつとかはなくて、で、ガチャポンコーナーもガチャポン祭りみたいなのやってたんだけど、いまいちだったんだよね。で、もうちょっと離れたところのスーパーに行ったら、そこでかいんだけど、そこに行ったら、いろいろありました。はい。いろいろっていうか、まあ、買ったものが全てなんですけどね。はい。まずは、こちらです。ババーン。誘導のね、パトレン融合と、ポーダマンですね。はい。相手の戦闘員と、まあ、パトレン融合なんですけど、まあ、誘導の戦隊のやつは二つ目かな。最初の方はね、多分もうね、コンプしてると思う、最初は。パトレンは三人とも、三人プラス、武器セットは、定価で、スーパーで買って、で、ルパンレンジャーの三人に関しては、トイプラネットで、新品の状態で、199円で1つ買ってね、1つ199円で3体とも揃えたんで、はい。今回はね、こんな感じで、まあ、X 系だよね、ルパン X とパトレン X が、まあ、いて、融合がいて、このね、パトレン融合っていうのがね、アソ1だったらしいんだよね。1箱に1つしかないらしくて。意外とね、このね、付属品っていうか、武器セットがね、めっちゃ余ってましたね。2つのスーパーで余ってましたね。うん。で、このね、ポーダマン、まあ、戦闘員。まあ、俺ね、まだ、ルパンレンジャー対パトレンジャー。逆？ん？ルパ、ん？パトレンジャー、まあ、いや、どっちもいいや。どっちだっけ？ルパンレンジャー対パトレンジャーは、ね、まだ見てないんですよ。あえて。うん。再放送で一気見したいんですよね。やっぱ、毎週見るの我慢できないんですよ。やっぱ、戦隊はね。うん。だから、その間はね、昔のを見といて、キューレンジャーとか今見てたんだけど、そう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 。まあだから見てないからよくわからないんだけど、まあいずれ見るときにね欲しくなると思って。やっぱね、この戦闘員っていうのはね、いっぱい欲しいんだけど、多分ね、3ボックスぐらい入荷してたのに、これ1体しかなかった。で、これも3ボックスぐらい入荷してたのに1つしかなかったね。ラス1。で、これもラス1で。で、この武器セットも欲しかったんだけど、今日はね、ちょっとやめましたね。はい。まあいつでも買えるかなっていうのと、あとなんか余って安くなりそうだなと思って、はい。ポーダマンとパトレン融合。うん。ポーダマン、これね、戦闘員はね、たくさん欲しいですよね。装備もあるんで、でも装備ってなかなかね、あれはあれで手に入りづらいんでね。まあ、はい。今日ね、ちょうどね、朝ね、そのトイプラネットで買った誘導のね、ルパンレンジャーの3人をね、組み立ててシール貼りとかしてたんですよ、ちょうど。ツイッターとかにもアップしたんですけど。で、もう一個探していたものもあって、こちらです。ババーン。はい、ソフビヒーローの仮面ライダー究極の実験編っていうんだけど、まあ仮面ライダービルドの一番最後のねやつなんだけど、これ仮面ライダージオウのね、まあ、顔見せ的な感じでジオウもあって、これもね2ボックスぐらい入荷してたんだけど、もうねジオウはね1個しかなかったから、やっぱこう見た感じね、ジオウがこっちは余ってたんだよね、1ボックス目も。で、奥にあった2ボックス目にこのジオウがあったんだけど、やっぱジオウみんな欲しいよね。俺も欲しかった。でかい方の装備買ってもよかったんだけど、今俺の中でミニソフビ、うん、がね、やっぱ熱いんですよね。ミニソフビがね、熱いっていうことでね。うん、やっぱこっちのミニソフビを買いました。はい。まあね、デカソフビはね、絶対安くなりますしね。うん、なんか、嫌になっちゃうよね。あそこまで安くなるとね。1体99円とかなっちゃうとね。まあ、これもね、安くなるところは安くなるんだけど、うちの近所はね、3カ所あるんだけど、スーパーが。まあ、安くなりそうにないんだよね、あんまり。最近あんまり安くならない。うん。ミニプラがね、一箱っていうかね、一つ、ルパン X とかのやつが300円になってた。値下げでだよ。普通100円とか下手したら50円とかなるじゃん、一箱なんて。それがさ、300円だった。値下げそんなにしないんだと思って。ギリギリまで。それで売れなかったらもう一回貼り直すんだろうけど。いや、300円で売れないだろうとか思うけどね。どうなのね、わかんないけど。まあ、そんな感じで。はい。ジオウの装備ゲット。まあね、ジオウ見てないし、まあ見るつもりも一応ないんだけど、装備だけは欲しかった。まあ、仮面ライダーだけはまあ集めないつもりなんだけど、やっぱ最新のライダーのこう、立体フィギュア、その装備でね、ミニ装備で欲しいなと思ってたんだよね。
もうこれ買うでしょ、これは。うん、まあね、いずれね、中古とかでも出ますけど。はい、そしてラストがガチャポンを探していたのがありました。こちらです。ちょっとあの一つだけ、あの開封動画はね別で撮るっていうか、まあ皆さんにねちゃんと紹介したいんで、これはあのなんか不謹慎だっていうね意見もあるやつなんだけど、これで大体わかるかな、みんな。何か、おしょ、俺もまだ何がね入ってるかっていうか、あの当たったかわからないんだけど、一応ねこの中身見ないでおいて、まだ動画にするのに。これ、氷河期の僧侶っていうガチャです。まあ、僧侶のね、あのフィギュアが、まあ、凍ってるっていう感じ。僧侶は凍ってるフィギュアっていうの。うん。パンダの穴が出してるね。はい。忍び寄る極寒の睡魔。まあ、面白いこと書いてあるね。うん。1個200円なんだけど、なかなか出来良さそうなんだよね。ラインナップが書いてないんだ。リーフレットに。マジで。ほんと、ラインナップ表がないんだ。へぇ。まあ、3回回してきました。結構ちゃんとしたフィギュアっぽいんだよね。まあ、パンダの穴だからそうなんだけど、これね、ほら、4種類なのかな？うん。しかも、めっちゃちゃんとしたフィギュアなのに、1回200円っていうね。待って、全4種、その4、座禅。あー、そういうことか。これが座禅ってことか。てか、全部のラインナップは載ってないんだね。これ、座禅型だったってことか。ちゃんと見せるとこんな感じのフィギュアなんですよ。僧侶が凍ってんだよ。うん、面白いよね。まあね、確かに一時になんかバチ当たりとかいうなんかツイートを見かけちゃって、そんでさ、もしかしたら販売中止とかにならないかなと思って不安だったんだけど、一応今のところなってなくて、もうね3回回したんでね、全4種だったから4回回せばよかったかなって気もするけど、まあ一個だけ重いのも入ってるし、まあいいかなってことで、まあ、大体ね、レビューするんだったらね、3回ぐらい回しておけばいいかなと思いました。はい。まあね、皆さんはね、ぜひね、やっぱりこれが多分レアなんだと思う、今回。みんな抜かれちゃいがちかなとは思うんだけど、うん。これはね、めっちゃ余ってたからね、うん。やっぱポーダマンもみんな欲しいじゃん。だからね、うん。あと、みんな、複数体欲しいじゃん、ポーダマンなんて。戦闘員なんだから、うん。だからまあ、あんまなかったね。で、やっぱこの武器セットはね、今回は余ってた。意外となくなるのが早いのかなと思ったら、多分アソートが多いのかな、今回。2個ぐらい入ってんのかな、1ボックスに。でもね、ちょっとね、このね、ポーダマンの武器はね、欲しかったんだけど、まあ、まだいいかなと思って。ポーダマンの武器って、あんま出ないもんね。いいよね。メガレンジャーでいうところのクネクネってことだからさ、クネクネのフィギュアなんて俺に10体ぐらい欲しいもん。今買おうと思ってパワーレンジャーのやつ探してもさ、めっちゃ高いし、1体何万とかしちゃうんだよね。輸入するとね。うん。まあね、ちょっとこれね、コスパ悪いんだよね。まあ、コスパ悪くないんだけど、うん。この台座とかもいらないんだよね、俺的に。まあ、台座っていうか、このスタンド。あと武器は欲しいかな。まあ、買いの手パーツはね、まあまあいいんだけど、うん。武器は欲しいね、うん。武器も後で買おうかな。はい。安くなったら買うかもしれないです。まあね、食玩とかもやっぱりね、まあ近所のスーパーにね、また置いてほしいっていう意味でもね、買っていかなきゃいけないですね、近所のスーパーで。プラスやっぱこういうのもね、新品で買わないとね、メーカー側もね、どんどん新しいのね、面白いの作らなくなっちゃうんでね、おもちゃが廃れたら困るんでね。まあ子供が少ないとかいうことでさ、やっぱおもちゃ廃れるんじゃないかみたいなのあったけど、結局大人向けに結構今作って、廃れてないから、まあ大人が買い支えていっていきたいよね。おもちゃ好きとしてはね、みんな、だから、買いましょう。うん。ほんとね、需要以外の、まあ、需要が、まあ、人気とか言ったけど、需要よりも、こっちのビルドのね、やっぱ、強化フォームっていうか、最強モフォームみたいなとか、敵の何なのかな？これ、ブラックホールだっけ？ブラッドホール何？ブラックホールフォーム？うん。エボルの？わかんないけど。こっちの方がね、出来としては完全にお金もかかってるし、うん、クオリティもすごかったから、うん。まあ、気に入ったのをね、買い上げてます。もちろん、ビルド見てた人はね、そっちもいいと思いますし、うん。まあね、このガチャポンなんかもね、おすすめ。パンダの穴はね、大体外れないっすよ。うん。一回200円っていうのはね、もうね、神。うん。やっぱね、いいね。一個だけ重いのが気になるんだよな。どれだ？あれどれだ？これか。ちょっとこれだけ見てみようか。何が出たかぐらいは。おそ。他にもね、あったんだけど気になったかったね。まぁ、あ、ちょっとね、400円だったっけな、なんか、300円だっけ、なんかね、
そう、こんな、これと同じぐらいのクオリティのやつで、同じぐらいの欲しさのレベルのやつがね、300円か400円で高かったんだよね。あ、これか。え、なんかこれ。え、なんかパーツが分かれてるし、明らかにこれの方が大きいんだけど。当たりじゃね、こっちの方が絶対。そういうのあるんだ。あ、これだ。あ、パーツが2つに分かれてるもん。念仏、その2、念仏。この氷河期の僧侶っていうのは初めてのシリーズかな。わあ、この雑巾掛けもいいな。でも今、この2つが今当たってるじゃん。雑巾掛けはもう、でもね、重さ的に多分雑巾掛けっぽいな。このメインが当たってないかもしれない。もしかしたら。ちょっとメインが当たってないのは若干残念かなと思うけど。まあね、それはね、別動画の方で、ちゃんとやりますので。はい、ちょっとしてみるかな。はい、皆さんもね、食玩やガチャポン、おもちゃいっぱい買っていきましょう。アマゾンの方でね、ホロボロス、ウルトラマン、ルーブの新しい怪獣のホロボロスのソフビと、あとトミカのね、デロリアン、バック・トゥ・ザ・フューチャーの、あれを注文しましたね。うん。アマゾンでね。あとね、アマゾンでね、あれを注文した、US バンダイ、アメリカのバンダイが出してる、ニンニンジャーの敵キャラの、ガビライゾー。ガビライゾーのフィギュアをね、1600円で買いました。多分ね、アメリカで売られてる値段よりは高いと思うんだ。多分定価よりは高いと思うんだけど、日本で買うとなると、まあまあ安く買えたかなと思います。ニンニンジャーの敵キャラで、やっぱガビライゾーってすごいいいキャラだった。いいキャラっていうか、悪いやつなんだけど、すごいね、キャラクターとしては僕好きだったんで、うん。フィギュア欲しいなと思ったからね、ちょっと嬉しいですね。早く届くのが楽しみ。で、本当に届くかなと思って。だってね、パワーレンジャーじゃん、そのね、パワーレンジャーの忍者のやつさ、フィギュア、よく1600円で売ってたなっていう、ちょっと安すぎるからちょっと不安なんだよね。ちゃんと届くのかなって。まあ、箱なしとかだったら全然いいんだけど、それ詳しいね、あれ説明とか見てないんだけど、一応中古だけど、なんか、まあ、新品同様みたいな。どっちだっけな、新品だっけな。まあ、送料込みで1600円だったんでね。まあ、届いたらね、そちらもレビューしたいと、思います。はい。あ、そうだね。メガレンジャーのね、パワーレンジャースペース。メガレンジャーどこ行った？あれどこやったっけ？メガレンジャーのね、あれも、早くレビューしようかなと思っております。あれどこ行った？あれどこやったっけ？メガレンジャー。メガレッドと宇宙飛行士のおもちゃ。あれどこやったっけ？まあいいか。うん。あ、あったあった。これこれ。トイプラで買ったね。これも早くレビューしたいと思います。はい。いやー。とりあえずね、今からね、動画撮影外で、これを今から組み立てて遊びたいと思います。はい。ということで皆さんおもちゃ買いましょうって何回も言ってないなんか。まだね、グッドボタン、チャンネル登録、コメントもお待ちしておりますね。下のね、説明欄にね、Amazon リンクおすすめのおもちゃなんかのね、貼っておきますのでよかったらご覧ください。それではまた、バイバーイ。Please subscribe.